こんにちは、ヤギちゃんです。実は私4月に長野に移住しまして、この10万円のエブリィバンを買ったんですけれども、その改造をちょこちょこ進めておりまして、なんとか形になってきたので、今回は車中泊1年生の車内を紹介していきます。車を走らせてるときはこういう感じです。結構ガタンガタンして荷物があっちに寄ったりこっちに寄ったりしてしまうので、基本的には全ての荷物は平たくして運転席側に寄せるようにしています。まずは運転席から見ていきます。ハンドルカバーはオートバックスで買った1000円くらいのものです。ナビ用のスマホをつけています。これはカチッて取れて、ここクリップで止められるやつです。これもオートバックスで割引になってたものを800円くらいで買いました。はい、右側にはなかなか捨てられないレシートの割引券で、真ん中はカーナビはついてないのでマスクとサングラスが入ってます。クーラーはきちんと効きます。これは充電用のコード、あまり使わない日焼け防止のアームカバー、この中にフロントガラスの日よけが、助手席はだいたいトートバッグを置いたりベーコンを置いたりしています。でゴミ袋は長野市の可燃ごみ用の一番ちっちゃい袋をここにかけてます。ちょっと昨日 DIY したんで袋のゴミがいっぱい入ってる。でこの間にはよく使う自撮り棒を挟んでおります。17年前くらいの車らしくて、この辺はちょっと汚れているけどあんまり気にしません。工業用のビニールのシートだったんですけど、ジョインっていう乗用車用のいいシートに変えました。でニトリで買ったこの木の箱にこのトレイをくっつけてこう蓋にして使ってるんですが、1個目の木の箱にはキッチングッズが入っております。ドライバーとか入っていて、この辺キッチングッズです。ポータブル電源で使える調理器具、電子対応のお鍋、同じシリーズの電子対応のフライパンです。ビニール袋、紙コップ、割り箸、アルコールのウェッティ、ラップとキッチンペーパーと紙皿。これはいざという時に使える肉のスパイスです。とハサミを入れてます。で同じく緑で買ったこの網々のカゴには朝起きた時に使えるヘアアイロンとかヘアブラシとか、アンドゴーのニットのポーチにスマホとか iPad、MacBook の充電コードを入れておきます。この黒いカゴは車に常備というよりは家で使うものも入ってるので、車中泊するときにここに持ってきてスッと置いておく感じです。まず場所に到着したら、走行中は全てのものがほぼ運転席寄りにこうギュッと詰まっているので、それをセッティングしていきます。アミード、これは前のフロントガラスの断熱材です。夏は暑いのでほぼ寝る時以外ほぼ使うことはありません。なので一旦これはちょっと横に置いておいて、ポータブル電源の
ソーラーパネルです。充電用の。なんと助手席はフラットになります。そしたらこのさっき紹介したキッチン道具とか小物類で入った木箱を全て前に出します。荷物を置いてカーテンを閉めます。はい、これでだいぶお部屋っぽくなりました。いい感じ。次は網戸なんですが、網戸は先日100均で作りました。100円です。これをはめていきます。まず手動で窓を開けて、手作りの網戸をこの窓のゴムの隙間にこうはめ込んでいきます。洗濯バサミを買ってきました。これでこの端っこを止めていきます。上と横の端はこんな感じでしっかりと窓の隙間に挟まっております。で、端はこうやって洗濯バサミのクリップで隙間が出ないように折り返して止めました。はい、一応クリップ5つ使って止めて、ここ折り返されてるし隙間はないので、だいたいこれで大丈夫だとは思います。はい、あとはあの虫コナーズをシュッとしておきます。これで網戸完成です。次はこの後ろの窓です。後ろの窓は断熱材と、プラダンボールと色を塗った木を使って目隠しを作ったので、これをはめていきます。この100均の磁石でここを押さえて、こっちの磁石で押さえて、磁石で押さえてはめるだけです。こんな感じで5箇所磁石で固定して止めております。そしたらご飯とかを食べる用のこの手作りのテーブルを組み立てます。これはね、リサイクルショップで買った長細い板に、幼稚園の時から使ってた丸いテーブルの足をネジで留めて作ったものです。じゃーん、扇風機つけて、扇風機つけて、こうやって涼みながら、動画の時はうるさいので暑いのは我慢して消します。大きいマットがあるんですが、これはカインズで2980円で買いました。長さが120センチくらいあるので、寝る時とか料理する時はこのマットを使ってます。こういう感じでパフっておくとストレスなくゴロゴロしたり料理する時に最適のものです。後ろのカーテンはあまり寝るときしか使わないんですけど、前と同じようにここについていてカーテンを閉めることができます。はい、カーテンを閉めます。で、これだけだとかなりあの車内の方に入ってきてしまうので、端と端に100均で買った強力磁石を貼って、そこにロープを貼っているので、向こう側に垂らしてこの端のフックのところに角をはめるといい感じに目隠しにもなるので、こういう風にして使います。これすごく頑張った。暑い。はい、で今日は家の近くの河原で撮影をしてるんですが、せっかくここまで来たのでお昼ご飯を食べます。から止めるね。はい、で皆さん気になっているであろうポータブル電源、エコフローさんからいただきましたリバープロです。ちょっと実はこのポータブル電源使うの初めてなんですけど、前私が使ってたやつはこの動画を見ていただければ分かるように
この600ワットの器具使えなくてチーンってなったので今回は楽しみです。でこれはタイプ A が3つ、でこれが高速充電できるもので、これは車の刺すやつ、あとはライトです。これは1回押すと弱い光、2回押すと明るい光、3回押すと点滅になります。で横はコンセントが3つついています。冷却の穴で、ここの Wi-Fi のマークを押すとスマホのアプリと連動します。で試しに600ワットのクッキングヒーターの電源をオンにしてみると、こういう感じで597ワットって出てきます。どれぐらい使っているかとか、このまま使うと何分ぐらいあと使えるかっていうのがここに表示されます。でこの X ブーストっていうモードを OFF にすると600ワットのものは使えないんですけど、ここの X ブーストっていうモードを ON にすると、600ワットから1200ワットのものが使えます。わー、ちゃんと通ってる。ではこの前ジュージューすることができなかったのでベーコンエッグ、長野の市場で買ったお野菜を食べます。できました。はい、できました。じゃーん、お昼ご飯です。で今回はちゃんと600ワットでしっかりと焼けたので、ベーコンもしっかり焼けて目玉焼きがなんとできました。嬉しい、ありがとう。いただきます。このトマトは中野のオランチェで買ったトマトです。東京のフルーツトマトと全然違う。レタス、ほっこりとほっこり、さっき紹介したこの肉スパイス、目玉焼きベーコンで、これがさっき言ってたワッサーです。桃ってこう汁がいっぱい入れてジュって感じなんだけど、これは硬いの、果汁もそんなにジュって感じじゃないので、なんかこうやって車中泊の時とかすごい食べやすいです。おいしい。ベーコンエッグを作って10分15分ぐらい
600ワット使ったんですが、はい、69% から58% なので 10% ぐらい減った感じです。実はソーラーパネルもございます。重さは、まあ、私でも余裕で持てるくらいの重さです。広げるとこんな感じです。この2つのコードをバッテリーにつなげて充電をします。なので家の電源がなくても太陽で充電できるので、防災にも使えるという優れものでございます。というわけで今日は車中泊1年生の車内紹介させていただきました。まだ 2,3 回しかしたことないんですけど、最低限これだけあればっていうところだとは思うので、何か参考になれば嬉しいです。またね。リベンジにやってまいりました。